今は趣味がお金になる部分も増えたんで、副業になったらいいなぁの感覚で始めてみるのもいいかもしれませんね。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は少し楽しい話題かもしれません。このチャンネルはどうも悪人を感想学で見たり、事件の考察をしたり、毒の話をしたり、ちょっとブラック側の話題が多いんで、たまには明るい話題をしてみようということで、インスタグラムの週1の Q&A でよくもらうんですが、趣味の話です。大人になってからの趣味を聞かれるんですよね。で、今日はおすすめの趣味、役に立つ趣味を紹介していきたいなと考えております。皆さんのコメントをもとに動画を作成しておりますが、規約に反する動画はアップできません。Twitter では主に簡単な風水、このチャンネルのお知らせなど、 Instagram では軽めの相談、質問などをストーリーで受け付けております。 TikTok では芸能人、有名人を感想学で見て考察しており、クラブハウスではアーカイブに残せない、 YouTube ではできない裏話を生配信します。どれもフォローしていただけるとありがたいです。 LINE スタンプ、ケンケンショップ、姓名判断サイトもよろしくお願いします。コメント読みはなしでも大丈夫ですよね。今日は非常にわかりやすいコンテンツなので。趣味って今やどんどん細分化されて無数にありますが、僕自身または相談者さんなどを見ていて、これはいいぞと感じたのをできるだけ多く紹介していきます。なぜそれを僕が勧めるのか、理由も一緒に。視聴者様も性別、年齢、性格などは皆さんバラバラですので、僕が勧めていくもので自分に合いそうだなと刺さるものがあればと祈っております。まず最初に趣味を持つメリットを話してから、サクサクいろいろなのを紹介していきましょう。今日の項目です。占い師ケンケンおすすめの趣味、項目1、何の目的で趣味を持つのか、項目2、マジック手品、項目3、グルメ食べ歩き、項目4、オンラインゲーム、項目5、読書の5項目を話していきます。よろしくお願いします。項目1、何の目的で趣味を持つのかです。無論たくさんの意味があるでしょうが、僕は大きく区分するならば3つに分けられると思っています。1つ目は自分のため、自分の知的好奇心を満たす、有意義な時間を費やす、学びにもなる、そんな深い考えを持たずに好きならば自然と毎日何時間もやってしまうでしょう。正直この自分のためにやるのが最もとっつきやすいですよね。2つ目は友達や恋人、仲間などと共有できるです。共通の趣味を持っているから仲良くなったり、グループで楽しむようなものだったら趣味からサークルなどに入り、交友関係も広がることだってあります。僕も今考えたら、仕事でのつながり以外は現在の友達などは趣味からつながった人が非常に多いですね。僕は結構多趣味な方ですんで、それで友達がたくさんできたので趣味を持っていてよかったと心の底から思っています。綺麗事ではなく。3つ目はお金や仕事になる時が多いということです。昔は少なかったかもしれませんが、今や時代がまるまる変わりました。プロゲーマーや配信するライバーなどもあり、以前では料理がうまかったらシェフや板前さんになるしかなかったですが、 YouTube で動画がバズったらそれが仕事になってしまいます。大食いの方などもそうですよね。大昔はただご飯をたくさん食べる人、次にテレビチャンピオンなどの大食い番組ができて、現在は YouTube チャンネルで人気になれば広告もつきます。一芸に秀でていればスターだって夢ではないんです。僕の周りでも趣味だったものがビジネスにつながっている人も増えてきました。と、項目1では趣味を何のために持つのかを話しました。これ以外にもまだまだメリットがあると思いますが、まず大きな利点3つを解説しましたので、次項目からは僕がこの3つのどれかに当てはまる趣味を紹介します。項目2、マジック手品です。ズバリおすすめで、きちんとした理由と使い方、覚え方がありますので詳しく解説していきます。おそらくこの動画は皆さんのおかげで1万人くらいの人には見ていただけると思うんですが、その中の 2,3 人くらい、僕のこの話を聞いてこのマジックというものを趣味にしてもらい、僕の言う通り動いてもらえると成功する確率 80% アップは固いと考えていただいて良いです。ちなみに項目1で言うところの自分の知的好奇心、仲間、友達、仕事、全てを僕はマジックを趣味にしたことで手に入れられました。事実現在僕がこの占い師ケンケン TV で話している9割強は全てマジシャン脳のおかげです。それゆえ僕の動画の話は手品師からしたら全部通常のお話です。この仮面をかぶったおっさん、何を普通のことばっかり語ってるんや、霊がおらんとか当たり前やろと、マジシャン全員が普通にそう思って鼻くそほじりながら動画を見ているでしょう。僕が趣味でマジックを進めるのは構造を分かってほしいからです。別に人前でやらなくてもいいんです。トランプ買ってきて練習してもらわなくていいです。マジシャンの考え方、手品というものを理解してほしいんです。
正直ビジネスにつながったと僕は先ほど話しましたが、マジックを覚えて職業手仕出しの人は稼げません。マリックさん、セロ、メンタリストと名乗っているあの方など、ぶっちゃけタレントにならないとマジシャンはお金がついてきません。日本ではアメリカに行けば地位はすごいんで、マジック覚えてマジシャンやっているのが最強です。デビッド・カッパーフィールドとかね、あんなの大金持ちプラススーパーモデルと付き合いますからね。まあそれはいいです。マジックを趣味でやり、マジシャン脳を持ち、他の仕事をしている方は結構成功します。僕の周りのマジック仲間もほぼそうです。マジックを学んでマジシャンになる人、これはお金はついてきません。マジックを勉強して他の仕事をやっている人間、これはまあまあ成功します。事実は小説よりきなりで、僕の出身高校1年上にマジックをやって、マジックショップのオーナーやって大成功されている T さん、さらに1学年上にマジックをやって大企業のオーナーの大富豪のこれまた T さん、僕の行っていた高校技術研究会などはないんですが、たまたま社会人でマジック仲間から知り合いになって、全員同じ高校で1学年違いでマジックをやってマジシャンになっていない人たちです。マジック手品を趣味にしてそれを勉強するということは、物事の本質というものを大きく理解することになります。手品というものには絶対に種がある。要するに何でも万物にはそういった原因、根拠、理由があるという事実が頭に染み付くんで、オカルトを絶対に言わないようになり、自然とトラストリテラシーが高くなるんです。それゆえマジックが趣味でマジシャン以外の仕事に就いている方は非常に成功者が多いんです。ぜひ何か趣味を探している視聴者様にはマジックを勉強することをお勧めします。これだけはガチです。項目3、グルメ食べ歩きです。これも僕が項目1で説明した全部に当てはまります。特に最近、昔はねご飯食べに行くってなったらお金を使うことしかありませんでしたが、今はそれをブログにアップしたり YouTube に投稿したり、インフルエンサーにもなれます。結構ご飯系はすぐにお金になりやすいって言いますね。実際僕もインスタグラムなので、食べログや Google 口コミの評価を書いてくれませんかっていう業者から何度も連絡来たことがあります。実際に僕の知り合いは食べログにかなり昔からレビューをし続けてきた人で、そこから取材やテレビ出演などをしていくようになって、本業を辞められて飲食系のインフルエンサー一本で生活されておられますね。僕はもしこの動画を若い視聴者さんが見てくださっていたら、若い時からでも趣味にしているとかなりいいと考えます。めちゃくちゃ高いお店に行かなくても、例えば B 級グルメだけでブログを書いている人や、好きな食べ物オンリーでインスタグラムやっている方もいます。身近な友人で言うと、カレーだけでやっている人が一人と、かき氷だけでやっている人が一人、あとはスイーツでやっている方、それこそ有名なインフルエンサー寿司仙人さんも僕はお友達です。それゆえ、いろいろなご飯でなくても自分が好きな食べ物や何かテーマを作って、そういうお店を回ったりするだけでも楽しいです。僕はもともとが自分の相談者さんにご飯を連れて行ってもらう機会が多かったんで、食べログを書き始めました。そこからそういった食事会に参加していくと、グルメ友達ができてきます。今その友人もかなり増えましたし、そういったところで知り合ったマダムからよく占ってほしいと頼まれて、じゃあまた後日にと仕事につながることも非常に多いです。また僕はもうおっさんなんで関係ないですが、若い男の子なんかはそういうお店を多く知っていたらデートの時に有利だと思いますよ。店も知っている、常連になっていたらシェフや大将なんかもデートの見方をしてくれるはずです。実際僕も商談の時などには慣れていて、店主が仲良しの店を使います。やはりよく行っていると優遇してくれますからね。予約の席を無理に開けてくれたり、友人の誕生日パーティーに使わせてもらったりもあるんで、このグルメ食べ歩くという趣味はプライベート、ビジネス両方の武器になってくれる趣味だと言えるでしょう。項目4、オンラインゲームです。これは時代によって僕の心境が変わりました。20年くらい前もあるにはありました。結構走りでしたね。ラグナロクオンラインとかウルティマオンラインとかね。その時だったら正直僕はおすすめしていなかったでしょう。しかし今なら違います。大きくゲームというものに対する価値観が変わってきましたよね。実は僕、高校生の時に何度か格闘ゲームの大会に出たことがあるんですが、その時は優勝してもゲームのノベルティ、タオルとかクリアファイルとか、そういうものが商品っていうのが関の山でした。主催者がケチだったとかそういう話ではなく、法律でダメだったんですよね。景品表示法か何かですかね。そしてそもそも競技人口が少なかったですしね。一部のマニアしかやっていませんでした。今は全然違います。 e スポーツという言葉ができて、僕が見た記事を少しだけ読ませていただきますと、ゴールドマンサックスが2022年までに収益規模3000億円になると予想している競技がある。
オリンピックの正式種目採用が取り沙汰されており、世界中のプレー人口は5億人とも言われる。世界大会では大会の賞金総額が1億円を超え、トッププレイヤーは数億円を稼ぐ。その競技の名は e スポーツ、エレクトリックスポーツの略で、電子機器を使用してディスプレイで対戦するいわゆるゲームだと書いてありました。もちろん一流トップになるのは他の競技と同じで一握りの人ですが、実際にはゲーム自体がそこまで上手くなくても、むしろ下手でも配信でそこそこ稼げている子が実在しています。僕の知り合いの子でもまだ20歳ぐらい、ゲームを始めて2年くらいで日本のアラヒフおじさんの平均年収の5倍くらいは年収いっている子もちらほらいます。無論めちゃくちゃ上手い子もいれば、ゲームの腕前はそこそこだけど、ファンやフォロワー数が多くて人気のある子もいてます。しかし40歳以上でもちゃんとゲーム配信で人気が出ている人もいてますので、今は普通にゲームをやってプラス配信するっていうのが非常に時代とマッチした良い趣味じゃないかなと提案します。ぶっちゃけ僕も格闘ゲームは卒業しましたし、今若者がこぞってやっている FPS なんかは無理だろうと手を出していませんが、ミルダムあたりのゲーム配信アプリを見ていると、普通のドラクエやファイナルファンタジーから麻雀のゲームを配信している人もかなりいてますんで、自分の好きなゲームを見つけてやってみるのが僕はいいと感じますね。多分ゲームアプリ自体は無料のものなども最近は結構あるんで、まず試しにダウンロードしてちょこちょこお試しでやってみるくらいであればほぼ負担はありません。また最初の項目で言った仲間との交流ですが、最近は恋愛や結婚もこのゲームで知り合ってというきっかけがめちゃくちゃ増えています。無論異性だけではなく同性の友達も見つかることが多いんです。FPS などはチームを組んで戦うものも多いですので、同じチームで戦っていればそれは勝手に仲良くもなりますからね。気をつけていけないのはハマりすぎてお金をたくさん使いすぎてしまったり、目は必然的に悪くなってしまうでしょうね。肩こり、腱鞘炎なども気をつけないといけませんが、ほどほどにやって楽しむのは全然 OK ではないでしょうか。項目5、読書です。読書というのは昔から定番の趣味です。それこそ江戸時代ですらあったでしょう。最近は本を買ったりしなくても電子書籍で読めるのが便利ですよね。これは項目1で言うところの自分のための趣味だけかもしれませんが、気軽に始められて自分の知識を高めてくれるのがいいですし、スマホやタブレットで読んでいるといつどこでも少しの空いた時間であっても楽しめるのがポイントですね。僕もあまり電子書籍は好きではなくて、できる限りリアル書籍を購入して読んでいたんですが、だんだん読んでいくうちに慣れてきましたし、電子書籍は Kindle では読み放題定額の Kindle Unlimited というサービスもあって、そういうのが便利ですね。結構僕の相談者さんなどもお風呂の中でタブレットを使用して読書する人も増えてきましたね。と今日はいろいろな趣味を紹介してみましたが、どれもやはり時代とともに進化してきた趣味が多かったと感じます。今は趣味がお金になる部分も増えたんで、副業になったらいいなぁの感覚で始めてみるのもいいかもしれませんね。とにかくボケーっとしているのはもったいないんで、何かやりたいなぁと考えていた人は今日明日からでも行動してみることをお勧めします。行動する人間が最も成功しやすいということは間違いないことです。と本日は僕がお勧めする4大趣味を話してみました。こんな風に趣味の話から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。